出土歴群の展示天神堂遺跡、所在地天神堂遺跡は、山梨県南駒郡南部町万沢にある、旧石器時代の集落遺跡。出土品は、山梨県指定有形文化財に指定されている。県西南端に位置。町域を南流する藤川砂岩の貸し団球場に、立地する。標高は130メートル付近。 アイラ TN 火山灰よりは上位に位置づけられている。藤川流域は、丘の公園内遺跡群のある、県北西部の八ヶ岳山麓や県東部の桂川流域と並び旧石器時代の遺跡が存在する地域で、町域には9カ所の遺跡が分布している。町立万沢小学校の校庭拡張工事の際に発見される。1970年に、 山本鈴雄が主導して、地元民による、発掘調査が行われ、県内で行われた初めての本格的な旧、石器時代遺跡の発掘調査となった。表土層や、ハードローム層、淡単砂層、砂層にかけて40から60の粒手で構成される10基の、歴群900点以上の石器や白片が、発見されている。石器は、縦長、白片の素材とし、 二側加工や部分加工が施されたナイフ型石器や一点の両面周辺加工のやり先形戦闘機、ナイフ型石器と特化しらきの中間に位置づけられる両儀的石器のほ他、堀木、砂機、石水なども出土している。石材は主に表面が風化して白黄色になっている。 地元産のデーガ岩や長野県産や八ヶ岳産と考えられている国曜石が使用されている。槍先形特化白木は天神堂遺跡より早い時期に八ヶ岳周辺を中心に遺跡群が分布し、関東地方では足高山南麓から箱根山西南麓にはナイフ型石器を主体とした遺跡群があり、両者の中間的遺跡に位置づけられている。 ありがとうございます。